こっちに応援をよこしてください。警官3人じゃ誘導なんて全然できませんよ。第1級警戒令が発令されました。皆さん速やかに行動してください。皆さん落ち着いて行動してください。四ツ谷方面へ避難してください。駅の方向には向かわないでください。新宿駅の方向には向かわないでください。だからレギオンが出たんですって。撲滅したはず。知りませんよ。目視できるだけで1、2、3、4、7体も出てるんです。現に目の前で人が襲われているんです。ユナ、こっちだ。もういなくなったはずのレギオンが出るだなんて。お兄ちゃん大丈夫だよ、ヨナ。大丈夫、お兄ちゃんがちゃんとそばにいるからね。撃てよ、ヨナ。さあ、もしもし、やめてください。四ツ谷の方に行けって今警察の人が言ってた。でもものすごく人が多くて全然動けない。ヨナ、手を離すんじゃないぞ。はいはいはい。高速道路で自衛隊が輸送中にキャリアから落下させた。何がですか、何が落下したんですか。電波が聞き取りづらくて。もしもし、もしも、レギオンじゃないぞ。レッド、アイ、こちら第二中隊、レッドアイの存在を確認した。輸送警護していた第三中隊とは1350から連絡が取れず、警察からの情報によると初台出入り口付近で検体 B が落下した模様。記録では8メートルとあるが、現在の検体 D の全高は少なくとも20メートルはあることを確認。おそらく吸収成長個体だと思われる。戦車の出動を要請。はいはいはい。現在はハンドアローで応戦中。効果は認められず。検体 B の確保を優先だって。何言ってるんですか。レッドアイですよ。できるわけないじゃないですか。確保以前にこっちは全滅しそうなんですよ。お兄ちゃん、ユナ、手を離すな。ユナ、ユナ、お兄ちゃん、くそ、どいてください。妹が